明けましておめでとうございます。ハイチです。新年のね挨拶ということで、今日2016年1月1日に動画を撮らせていただいております。で、改めまして明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。で、この動画、ダラダラ城の代わりというか、新年の挨拶をね、させてもらうんですけども、今年の目標をサクッとお伝えして、あとですね、ちょっとどうしても皆さんの耳に入れておきたい、かなり、プライベートなことになるんですけど、今後の活動の内容というか、方針にもちょっと関わってくるとこなので、もしよかったら、時間をいただいて、聞いてもらえたらと思います。どうぞよろしくお願いします。で、去年はお世話になりましたとかいろいろ話したいんですけど、それはね、ダラダラ城で以前も話しているので、今年の話をしていこうと思うんですが、毎年、私はですね、1月1日に目標を立てて、で、いつもね、話してるんですけど、紙に書いて、パソコンをね、仕事のデスクに座ってるんですが、その目の前に貼ってあると。で、それを向けて、それの達成を向けて、1年間、邁進していくっていうふうなスタイルでやってるんですけど、今年、また目標4つです。一つは、一番最後の、ね、5個か、正しくは。4つメインなんですけど、で、1つ目が、またチャンネル登録者を掲げるつもりなかったんですよ、今年は。でも、やっぱり数字の目標は必要だなと思うので、掲げました。で、実はですね、今これは、とある男が授業をしてみたのチャンネルで今、ね、動画をアップしてますけど、自分もう1個メインというか、ゲーム実況のチャンネルも実はやってまして、とある男がゲームをしてみたっていう。で、もう一つ、本当は三つ目の、チャンネルもあるんですけど、そこはちょっと置いといて、で、二つのチャンネルメインで運営しているんですが、こっちのとある男が授業してみたが、今チェックしたら11万4千人ぐらいです。チャンネル登録者がですね。で、ゲームの方が1万4千人ぐらいかな、今。っていう状況なんですけど、今年はですね、チャンネル登録者を累計の目標にします。この、いつもはこの授業チャンネルだけなんですけど、授業チャンネルとゲームチャンネルを合わせて、この人数達成したいと。で、その数字を、今年は30万に設定します。はい。毎年ですね、かなり無謀な、目標を立てます。基本的には。4つ全部達成できないことも往々にしてあり得る。はい。でもそれは、自分の性格とか、スタイルを考えたときに、簡単に達成できるものでは、自分はダメなんですよね。多分、性格上。甘えてしまうので。であれば、いや、待てと。正直な30万って言ってますけど、正直な気持ち言えば、達成できる気サラサラしないです。で、去年、その10万人の目標を掲げた時も、もうサラサラで、もう、どうしようみたいな状態から始まって、でもそれを達成したいから、工夫して、いろんなことを考えて、で、やってった結果、去年はね、達成することができたので、今年も、やっぱり、また20万とも思ったんですよ。思ったんですけど、でも絶対ダメだなって思って、30万という数字でやっていきます。はい。累計ですね、ここに関しては。で、次がですね、Google イベントへの参加です。はい。これはですね、ちょっとこれ曖昧な言い方をしてしまってるんですけど、Google が主催するイベントですね。ゲーム実況もやってるので、ゲームウィークでもそうですし、で、個人的には、YouTuber の忘年会行きたいなとも思うんですけど、それも含めて、Google さんが開催している、運営している、その大きなというか、イベントに一度でいいから呼んでもらえるように。で、それは、どっちのチャンネルでもいいとは思ってるんですが、できれば、こっちのチャンネルで、やっぱりこっちがメインで、こっちに重きを置いている人間なので、したいなとは思ってます。でも、そのために何をしたらいいのか、どういうものがあるのか、全く分かってないです。分かってないんですが、去年、いろんな YouTuber の方のね、活動は、Twitter とか、いろんな情報からね、耳に入ってきますし、知ってるんですけど、自分負けず嫌いなので、やっぱり、他の方が活躍してるのを、やっぱ自分をもっと、という気持ちがすごく強いですね。で、いつも言ってるように、もっと早くに知りたかったと。この勉強チャンネルを。っていうのはすごく悔しいんですね。自分がもっと早くその人の目に触れるというか、知ってもらえるような知名度があれば、そんな風に思わせることはなかったといつも思うので。なので、もっと知名度を、上げるためにも、こっちかなと。去年は講演会とイベントへの参加、講演会イベントを開催するっていうのが目標にあったんですね。で、講演会はさせてもらったんですけど。なんで今度は、この Google イベント、公式イベントですね。の参加が2つ目です。で、3つ目
が、これがですね、LINE スタンプ、去年制作っていうのをおかげで途中で諦めちゃったんですけど、今年は、制作だと申請して認可が下りるまでタイムラグがわからない、読めないので、申請を目標にします。はい。で、これは、1年間ではなくて、リミット、締め切りが5月31日です。はい。で、これはですね、自分が2012年の6月1日に、この YouTube の、YouTuber 化として、まあ、動画1本上げたのが、その日なんですね。なので、その6月1日、4周年になる前までに、LINE スタンプを申請するのを目標にします。はい。これが3つ目。で、4つ目が、ちょっと新しい目標なんですけど、これ、この場でね、皆さんにもお伝えしたいことなんですが、今年生授業をちょっとメインで力を入れていこうと思っております。で、これに関しては、おそらく4月から、常設というか、毎週この時間のこの枠で、YouTube ライブです。を使ってやるつもりなんです。この YouTube でね、アップするというか生をやるんですけど、例えば、本当は受験生向けにとも思ってたんですけども、かなり中途半端になりかねないので、もしかしたら1、2回試しでやるかもしれないんですが、基本的には4月から学校が始まる。中1、中2、中3。中学生、中学生ターゲットのものをやるんですけど、例えば中学校1年生であれば、政府の計算を最初にやるじゃないですか。こう、足し算引き算、プラスマイナスのやつも。足し算引き算、掛け算割り算と。それがある程度やった段階、みんなが学校で勉強したタイミング、もちろんね、学校によってずれるので、そこは難しいところではあるんですけど、じゃあ、その政府の計算の授業をするよ。っていう感じで、事前に今プリントというか問題をこちら、自分が作っておいて、まあツイッターとかで発信する。で、もしその授業を受けたいと思う方は、それを確認してもらって、自分で事前に解いてもらって、まあそれは構わないですけど、どう受けてもらっても構わないんですが、学校で、例えば政府の計算がちょっと不安だと。なんかよくわかんねえなって。もちろん動画を見てもらって、それで解決したらそれでいいと思うんですけど、動画で取り上げた問題も含めつつ、動画で取り上げてない新しい問題を作ったりもするつもりなので、それも含めて、まあ、YouTube ライブであればコメントを読めれるので、その場で。こういうの、これどういうことですかみたいな。それもし確認できたら、あ、じゃあこれはこういうことなんだよって返すこともできますし、っていうのをやっていこうと思ってます。はい。で、これを、まあ、どういうスタイルで、どういう、まあ、頻度で、っていうのはまだ全く決めてないです。ですけど、YouTube で生で授業をしてる人間っていうのを、自分がハイチって名前でやってますけど、ハイチって言ったら、あ、生授業やってる人だよね、みたいな。そう、今は多分 YouTube で動画上げてる、勉強動画上げてる人だよね、みたいな感じになってると思うんですけど、あの人ってなんか生で授業してるらしいよ、みたいな風に、皆さんに、認知、されるぐらいに、必ず常設ですね。単発でポンポンってやっていくんではなくて、絶対最初は失敗するので、自分は。失敗しますけど、そこから工夫して、よりよく、一人でも多くの方に、なんだろうな、ためになる授業をね、やっていこうと思っておりますので、それが4つ目の目標となります。なので、ここまでが、チャンネル登録者、累計30万人。これが1つ。で、次が Google イベントの参加。で、LINE スタンプを5月31日までに申請する。で、最後は生授業の常設。まあ、常に設置するという常設ですね。で、5個目。これはいつも言ってる、自分と関わった、動画を見てくれてる方、関わってる方が全員合格させると。はい。綺麗事言ってますよ。綺麗事言ってますけど、そこは絶対目をそらさない。っていうんでやっていきます。はい。ただですね、これ最後に、皆さんに、プライベートなことをちょっとね、お伝えしなきゃいけないんですけど、去年も、自分抱っこしながら話したら、ちょっと、息子を呼んできます。はい。ちょっとね、お待ちください。はい、ということで、お待たせいたしました。去年の1月1日にもね、新年挨拶の時に、息子のね、これミナチョって、ミナチョ先輩ってみんなから呼んでもらってるんですけど、と一緒に撮ったんですが、今2歳と8ヶ月ぐらいかな、9ヶ月か、になったのか。になるんですけど、はい、でなんで今回ね、ミナチョ、まあ今回で今年で最後なんです。自分は3歳になったらもう動画には出さないって決めているので最後になるんですが、ちょっと鼻汚いけどね、寝起きでね、ごめん。はい、バン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 、ちょっとシーできる。でなんでかっていうとですね、その生授業の常設っていうところもあるんですが、今年の4月の末にですね、自分は、これ、みなちゃん息子いるんですけど、2人の子供が生まれます。はい、これは初めて、伝え、誰にも言ってないんですけど、まだ。はい、2人目の子供が生まれます。
で、それをなんでここで話したかというと、ミナチョが生まれた時も自分は YouTube で動画を上げていたんですが、大丈夫あの、やっぱり小さい子、まあ、ちっちゃい赤ちゃんがいる状態だと撮影っていうのはなかなか難しいんですね。撮っててもやっぱり寝てたと思ったら起きてしまって、その泣き声が入って NG っていうのがたくさんあったので、なので今年4月以降に動画を上げるペースが下がる可能性が高いんです、はい、それはやっぱり、皆さんにお伝えしておかなきゃいけないことなので、それをまず知っておいてほしい。でもう一点が、その生授業に関しても同じです。条件としては自分今引っ越しをして自分の仕事部屋があるんですけど、それでもやっぱり赤ちゃんが隣の部屋で泣いてれば聞こえますし、それをね、自分の奥さんに全部任せるっていうのも、毎回毎回任せても申し訳ないので、もしかしたら、生授業をやっていても途中でちょっとごめんみたいな、ちょっと泣き止ませて、あやしてくるみたいなことが起こりうります。自分は自宅でこの活動をしている人間なので、なのでそれをこの場を借りて、はい、皆さんにお伝えしたく、喋らせていただきました、はい。で、まあ、ミナチョね、息子出す人あんのかって話もあるんですけど、まあ、ここで最後、ミナチョね、今までミナチョを可愛がってくれたというか、応援してくれた方もたくさんいらっしゃるので、自分は。なので、最後に、こう、顔を見せたらなと思って、最後ね、抱っこして喋らせていただきました。では、すいません、長くなっちゃったんですが、改めまして、今年も、どうぞよろしくお願いいたします。去年以上に腹くくって、もうね、こう新年明けた瞬間からもうスイッチを入れてやっておりますので、少しでも、多くというか、少しでもたくさんの方に勉強という分野にはなりますけど役に立てるように、これからもね、いろんなことを考えて、いろんなことを変えて変化させて進んでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、これ今10時ね、8時に、20時にアップしてると思うんですけど、今日の夜の10時半から、ツイキャスの方で、これの延長戦をやります。今これは手短に目標だけ話してますけど、これに目標を立てるにあたって、どういう思いがあるのかっていうのも話そうと思ってるので、ちょっとツイキャスになっちゃうんですけど、もしよかったらね、もう、いやいや、2時間半しかないじゃんって話なんですけど、もしね、気づいた方で興味ある方がいらっしゃれば、遊びに来ていただければ。で、それは、自分のツイッターの方からチェックしてもらえれば、10時半ぐらいに、ツイキャス始めたよってリンクをね飛ばしますので、もしよかったらそっちの方もチェックしてみてください。では本当に今年も消した大丈夫今年もどうぞよろしくお願いします。はい、はい、じゃあみなちょさん、最後皆さんにどうもってお願いします。どうも、はい、じゃあバイバイ、みなちょバイ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 。